ございます。松並悟です。今日も優しく学習していきましょう。今日はですね、貧血についてやっていこうと思います。赤血球がね、減るっていうのが貧血なんですけど、貧血ね、種類が結構いっぱいありますので、今日はね、そこを優しく学習していこうかなと思います。ではね、早速いきましょう。はい、ポイント一つ目ですね。鉄が足りないから、鉄が足りないからだ、どうなのっていうやつですね。はい、二つ目、ビタミンが足りないから、これも一緒です。ビタミンが足りないからどうなので、最後三つ目がですね、悪性貧血っていうのをやりますけど、それは自己免疫疾患ですよ。自己免疫疾患だから、じゃあどんな対処するのっていうやつですね。が分かりますかっていうのはね、今日の課題です。はい、というわけで貧血ですけども、下にね、ざっくり書いてます。赤血球の総量の減少した病態、これが貧血です。なので貧血貧血って言いますけども、赤血球の問題です。で、貧血の症状ってどんな感じなのっていうのは、顔色がね、良くない状態、あとはね、頻脈、息切れ、動悸、めまい、頭痛、壁疲労感とかありますけど、赤血球がね、何をしてるのっていうのが分かったらね、ここら辺は分かりやすいかなと思います。赤血球ね、酸素を運んだりとかもしますしね、そんなのが分かれば、当然酸素が行き渡らなく赤血球が少なくなるとなるので、頻脈って言ってどん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 ね、送り出して頑張ろうとしますし、酸素足りないし息切れしますし、酸素足りないからエネルギー作れないと液疲労化になりますよね。なんでこんなのがね、イメージできるといいかなと思います。で、大きく分けると貧血って3パターン、教科書上はね、材料の不足で起こるやつ、今日やるのはね、この材料の不足の2つをやろうと思います。鉄が足りないのとビタミン。はい、あとは破壊の更新、いっぱい壊されちゃって、なくなっちゃう。最後が酸性量の減少、作れなくなるから減ります。材料がないから、工場で働いてても材料がないから作れないから減っちゃうよ。せっかく作ってるんですけど壊されちゃうので少なくなっちゃうよ。で、工場自体がちゃんと機能してないから結局作れないですよ。はい、減っちゃう。結局はね、減っちゃうんですけど、こんな感じにね、いろいろパターンがあります。で、こちらの方にね、血液検査というふうに書いてあるんですけど、例えば鉄欠乏性貧血の中に小血球低色素性貧血って書いてあるんですけど、じゃあこの小球性とか低色素性って何なのっていうのは、小球っていうのは赤血球の大きさです。で、低色素性っていうのはヘモグロビンの濃度を表しています。で、これが分かったら、じゃあ何になるのっていうのは、ヘモグロビンの、これは薄い、濃いを表しているのが低色素性とか正色素性、色素なんですけど、数を表しているわけではないんです。なのでヘモグロビンの濃さの話は低色素性とかの話なんですけど、全体的に貧血って言ってる時点でヘモグロビンの量は少ないですからね。なのでこの濃度と数とは間違えないようにしてくださいね。はい、ではね、早速鉄欠乏性貧血に行きましょう。はい、鉄欠乏性貧血そのまんまです。鉄が欠乏して赤血球をうまいこと作れない、ヘモグロビンの合成が障害されますよ。女性に多く見られます。貧血の中で最も多いです。なのでとっても有名です。で、女性に多いっていうふうにね、書かれてるんですけども、なのでこちらね、ミオグロビンって書いてます。生理学でね、筋肉のところで出てくるんですけど、赤筋白筋どっちで多いのっていうやつです。ヘモグロビン自体は酸素を運んだりっていうのに使うので、こいつがあると酸素運搬がうまいこといくんです。ミオグロビンも筋肉の中にある、まあ、ヘモグロビンとね、同じような働きなので、こいつがあると有酸素的に有利になります。なのでこれがあるのは赤筋、つまり赤筋の中にいっぱいありますっていうのがね、分かっているとどっちがどっちって迷わずに済むかなと思います。で、話がね、ちょっと逸れたんですけど、
鉄欠乏性貧血、女性に多いんですけども、男性も鉄欠乏性貧血になったりします。どんな人がなりやすいのっていうのは、アスリートになりやすいです。アスリートの場合ですね、どうしても酸素を必要としている場所が多くなりますので、こういったのになったりはしますよっていうのはね、ちょっと頭の片隅に置いておいてもらっていいかなと思います。はい、一つ目、症状。貧血症状はね、筋脈とか、息切れとかもちろんあるんですけど、鉄がなくなるとどうなるの？組織のところの鉄がなくなると、スプーン状爪、スプーン爪っていうのと、舌乳頭の萎縮っていうのが起こります。萎縮症って何なのって、例えば氷をね、ガリガリ食べちゃう。あれ、萎縮症とかって言うんですけど、そんな感じになったりします。舌乳頭が当然萎縮しますので、味覚がね、ちょっと感じにくかったりもします。はい。で、次、血液の検査なんですけど、増加、減少ってあって、何が増加するのっていうのは、鉄と結合する能力、相鉄結合能とかっていうのは、これは増えます。つまり、鉄とくっついてないのが増えるから、この相鉄結合能っていうのが増えます。同じように、不飽和鉄結合能っていうのも増えます。まあ、そのまんまです。鉄と結びついてないので、それが増えますよ。逆に減少するのは、鉄とくっついてるやつが少なくなるので、血清鉄っていうのが少なくなります。トランスフェリンっていうのと、鉄が結合すると、血清鉄っていうのが言われるんですけど、ここら辺はね、置いといていただいて、鉄がね、少なくなるんだから、血清鉄っていうくっついてるのも少なくなるよ、ぐらいでいいです。で、フェリチンって何なのって、フェリチン減少するっていうやつなんですけど、フェリチンっていうのは、鉄を組織に蓄えるための財布みたいなんだと思ってください。で、鉄がなくなってしまうので、その財布いらなくなるんです。なので、フェリチンも少なくなりますよっていう感じでね、覚えていただけたらいいかなと思います。はい。原因はどんなので起こるの？原因は吸収低下。鉄を吸収できない状態と、喪失更新、鉄がいっぱいなくなっちゃうのと、あとは需要増大、鉄をいっぱい使いますっていう3種類です。吸収低下は、まあ、変色ですね。あんまり、バランスがね、悪い状態とか、有名なのはですね、胃を切除した状態は、鉄を吸収できにくくなります。喪失更新は、まあ、一番は出血ですね。はい。出血するとなくなりますよ。なので、G とかもそうですし、潰瘍とかで出血する場合もそうです。で、有名なのはね、女性なりやすいのは、肩月経、月経の状態だったらなりやすいですね。で、受容増大っていうのはこれ、妊娠が有名です。で、成長期ね、なりやすいので、思春期のね、女性とかは、やっぱこういうのがね、なりやすいですよっていうのがね。ではね、次、腸、咳が急性貧血に行きましょう。腸、咳が急性貧血。ね、でっかくなってるんだったらいいんじゃないのっていうやつなんですけど、細胞の核が成熟するために必要なビタミン B12、これがとても有名ですね。あとは、葉酸とかが欠乏して起こる貧血ですよ。で、腸、咳が急性貧血イコール悪性貧血って考える人も多いんですけど、これちょっとね、厳密に言うと違くて、米印、悪性貧血は自己免疫疾患によって起こる胸咳が急性貧血。なので、胸咳が急性貧血っていう中に自己免疫に起こるところが、これ悪性貧血っていう感じなので、まあ、完全にイコールではないので、間違えないでくださいね。壁細胞が消失して、壁細胞って塩酸出しますよね。はい。塩酸出すところによって、これビタミン B12 の吸収を助けてくれるんですけど、これがないから内因子が分解されにくくなります。これのことを、抗内因子、抗体陽性って言ったりしますので、これもね、わかるようにしておいてください。はい。で、症状はどんなんがあるんですかっていうのは、消化器系と神経系とがあります。で、消化器系はこれ食欲不振。有名なのはハンター絶縁っていうのがとっても有名です。で、
で、神経症状なので、手足がしびれるとかですね、そんなのが有名です。なので、国家試験でビタミン B12 の話が、この強赤が急性貧血とかが出た時に、そこら辺の神経の話が出た。あとはね、ここには書いてないですけども、神経系が負担がかかるので、脳とかの中枢神経の場合とかだったら、うつとかも起こったりする可能性とかはありますので、少しね、頭の片隅に、これもね、置いといてください。で、血液検査はもちろん、ビタミン B12 とかが低下をしますよ。で、原因は悪性貧血と、あとは胃全摘によるのがとっても有名なので、ここら辺はね、押さえておいていただけたらなと思います。はい。ではね、今日の全体見てみましょう。はい。こんな感じで、今日はね、材料不足による貧血の話をしました。鉄がね、欠乏するとどうなんのみたいなね。鉄って何してんのみたいな話で、鉄がなくなるとね、組織のところが、変になったりとか、スプーン詰めとかね、絶乳糖の萎縮が起こったりします。ビタミン B12 がなくなるとどうなるの消化とかね、あとは神経系に負担かかります。なので、神経系に負担がかかった時に、病院でビタミン剤とかをもらったりします。まあ、このビタミン B12 とかもね、含まれてたりします。っていう感じです。あとは、悪性貧血に関しては、これは自己免疫疾患だよっていうのは覚えておいてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、自己免疫疾患ね、悪性貧血っていうのがね、言ってますけども、自己免疫疾患だから、じゃあどう対処するのっていうのは、免疫抑制剤とかも使ったりしますよっていうのがね、頭で結びついてくれると嬉しいかなと思います。次回はね、残りの溶血性貧血と再生不良性貧血に行きたいと思いますので、またね、次回もよかったら見てください。ではね、今日はこれで終わります。またね、バイバーイ。